はい、もうすぐ行きます、はい、お席どうします？こんな本格的なゲーセンあんの全国でもここぐらいでしょ。とりあえずあっち渡っちゃおう。橋のところから皆さんよく撮られてますね。今撮られると思うんですよね。これ運河の終点出た。比較的あったかいよな。2階がカフェ。これを両手でほんまに怖い。ご会長すごいな、もう5時やのにこんな暗い。光がなんかめっちゃ縦線になるんやけど、あ、それ多分レンズが汚れてるだけ。うん、指紋汚れとかで。あー、銀行か。今は何に使われてるの？もうなんか資料館みたいな感じになってる。そうなんか、なんか上野駅っぽい駅舎やな。すごいな。
飯食えるかな。いける。50分あればその辺の海鮮丼が入って出てくるまで15分。まあ、着くまで10分、25分でした。あと25分あるから5分で食い切って10分で行く。5分で食うんかい。今からカニなし、
魚やろ。マジ？早いや、あれ、違う違う、これが函館の東海道。あ、そうですか。この駅舎いつ建て替えたんやろうな。結構最近な気がする。これ駅舎？うん。いいな、塩の香り。どっちから行く？ JR と JNR。 右のが国鉄で、左が JR。 すごい、こっからお手振りしてる映像見たことある。こうすごい、普通席、これがあの普通車みたいな。そう、普通車。そうそうそう、実際にこれがついてた。でこっちがグリーン車。
へえ、あそこに見えてるんだもん。ですね。おお、ありがとう。鳴らす最後に。あれの方が怖いね。あ、どうぞ。 NHK ここにあるんやな。函館空港到着となりますので、また皆さんバス降りる50キロでお願いいたします。大阪国際空港、伊丹行きでございます。
長野県松本市上空9号機コロコロ、また愛知県名古屋市の上空を10号機コロコロつけていただきまして、今年に行って大阪国際小伊丹は帝国15時45分午後3時45分程度の到着を伝えております。出るっていうな。ほら。もう絶望や。天気悪い。皆様どうぞご視聴ください。皆様に降りていただく橋の使用もただいま中断している状況でございます。確認しておりますので恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。いや、雷で地上の作業ができないから。今ボーリングブリッジがつなげられない。降りるための橋がまだついてないから、もうちょっと座っとって大丈夫。うお、近づいてきた影響を受けまして、お客様に降りていただく橋の使用が急遽できなくなってしまいました。そのため後期のご案内ができず申し訳ございません。あ、すいません、ありがとうございます。申し訳ございません。ありがとうございます。ご迷惑をおかけいたしますが、安全区へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。ご搭乗誠にありがとうございます。皆様大変長らくお待たせいたしました。降りていくことが安全の判断いたしましたため、これから後期のご案内させていただきます。皆様大変長らくお待たせいたしました。
乗り換えください。ご乗車の際、足元にご注意ください。3号車やから18時27分発、全席指定席の特急浜風運転の電話番です。